チーム M で。で、のリハーサルをして、みんなで公演をして、朝からみんなで一団結して楽しみました。この時間にライブ、この時間じゃないです。5月2日と3日にライブがあるよという。確かにライブ前みたい。言ってます。サイン本ですと？そうなんです。皆様、朗報です。写真集、愛される予感。私のね、アメリカのファースト写真集、愛される予感のサイン本がまた明日から発売していただけることになりました。お店は私のツイッターに載ってるので、ぜひ見ていただければなと思いますし、ウェブでの販売もあるので、よかったら明日の、まあお店の開店時間からなので、11時とかなのかなと思うんですけど、ウェブだったり、あとは大阪にイベントで来られる方は、ついでに足を伸ばして買っていただけたりしたら嬉しいなと思います。でも今回はね、結構また前回すぐ売り切れちゃったりしたので、数は増やして再販させていただきます。ありがたい。ウェブがね、ちょっとまあ戦いやと思うんですけど、ぜひ皆さんが買えますように願っておきます。結構ね、サインをね、たくさん書くんですけど、一個一個、なんかちょっとほんと短い、ありがとうみたいな雰囲メッセージをちょっとずつ変えるようにしてて そんなね、一言添えられてる言葉にも注目してもらいたいなと思います。前回はね、撮影場所が草津温泉だったので、サイン書いて「温泉」って書いてみたり「草津」って書いてみたり いろんなレパートリーを 出してみました。こんにちは。あとはね、いろいろあるので、たくさん見てください。で、一冊ね、私、名古屋で販売していただけるって聞いたから、名古屋って書いたんですけど、まさかの名古屋の書店さんがオンライン販売だったので、もしかしたら全然名古屋じゃないのに、名古屋が届いて、なんかびっくりしてる方も いるかもしれないんですけど、まあそんなこともあるんだなと思っててください。あ、信州がロシアに届きました。ありがとうございます。世界のいろんなところから。して NMB48、 5月2日と3日にライブが、2日間3公演ありますよ。ちちちちちゃ。これはね、もうとても楽しみにしてます。来るよって方も、オンラインで見るよって方もいらっしゃると思うんですけど、皆さんご予定いかがでしょうか。そう。そして2日目、5月3日はね、NMB48 の7年ぶりにリクエストアワーが開催されて、まあ、投票でね、人気曲を選んで、投票で曲順を決める、トップ50を決めるという企画でございまして、どんな曲がランクインしてるのか、皆さんの好きな曲は入っているのか、1位は何なのか、楽しみにしながら見てていただければなと思います。私も初めてのリクアワなので、 NMB では。だからなんか、あ、この曲が入るんやとか、なんか私が知らない、あんまり知らない曲とかもあって、この曲って何の時の曲っていうのを、前田玲子ちゃんや小島花凛さんという NMB ファンに尋ねながら リハーサルしてました。とりあえず2人に聞いとけば NMB の歴史が大体わかるということになっております。大体玲子に聞くんや、いつも。この曲って何の時の曲？これ何期生の曲なん？とか そう、玲子がよりね、古参みたくなので。
助かります。辞書やと思ってる。そしてね、今回グッズもめっちゃ可愛くて、それこそ前田玲子ちゃんがファン目線で考えてくれためっちゃ可愛いグッズがたくさん発売されるので、よかったらそのライブグッズもチェックしてもらえたらいいなと思います。今もね、 NNB のオフィシャルのウェブサイトでも売ってるし、会場でも発売もあったりしますので、要チェックです。ぜひワカポンをゲットしてください。うちわとアクリルキーホルダーもめっちゃ可愛いのがあったり、たくさんあります。ぜひぜひ来てください。私も欲しいぐらい、私も一緒に並んで買おうかな。そう、なんか私のキーホルダーもなんか写真で見たらすごい真っ白なんですけど、クリアで透明なので、まあ生で見たら全然見えるらしいです。なのでぜひゲットしてください。そう、全然ね、リクアワも、リクアワだけじゃなくて、ぜひ5月2日のとどろきミックスも楽しみにしててください。そっちはそっちでね、初めて見られるものがたくさんあります。私も楽しく練習頑張ります。まあその前にもね、なんと明日は握手会があって、明後日は写メ会があって、たくさんイベント盛りだくさんのゴールデンウィークです。ね、きっと来てくださる方もいらっしゃると思うんですけど、よろしくお願いします。大阪での握手会は、あ、だから握手会は本当大阪でやるのは数年ぶりってことになるのかな。で、NMB として写メ会をするのも、私は初めてなんですよね、NMB。ね、みんなはどうですか？明日からゴールデンウィークの方が一番多いのかな？お仕事の方ももちろんいらっしゃると思うんですけど。最大9連休って聞いたんやけど、明日から連休です。明日は全然仕事やたくさんいろいろね予定あると思うんですけど、まあ、ご予定ある会う時にNMB のことちらりと見てもらえたらいいなと思います。9連休とか何するの、そんなにお休みあってもいいな。9連休やったら大旅行できるね。でもね、まあ、きっと NMB のイベントにたくさん行くゴールデンウィークですって方もいると思いますけど、それはそれで嬉しいです。確かに今ホテルも取りづらいし、高くなってるって聞くし、新幹線とかもね、やっぱゴールデンウィークでいっぱいだと思うので、本当にそういう中でも来てくださるのはありがたいなと思います。今日の公演でもね、なんか多分明日からのイベントに合わせてなのか、海外から来られた方とかも結構見えて、それが嬉しかったな。それが嬉しかったって、それも嬉しかったですね。本当になんかどこどこから来ましたみたいなボードを持って来てくださったり、本当にね、いろんなところから、まあもちろんね、関西からも関西以外からも足を伸ばしてくださってると思います。ねえ、まあお待ちしてます。家からもね。そっか、海外の人はゴールデンウィーク関係ないのか。日本だけやもんね、ゴールデンウィークって。だからそれに合わせてお休みを取って来てくださってるってことか。すごい。まあね、皆さんも頑張っていきましょう。
ちょっとまあね、お仕事の方もゴールデンウィークはちょっとぐらい何かご褒美をしてあげてください。最近もね、ナンバもすっごい人が多くて、外国の方だったり観光客の方だったり溢れてますので、大阪に来られる方は人の多さに覚悟して来てください。ゴールデンウィークの由来って何やったっけ。なんか昔自分で紹介した記憶あるわ。なんか確か忘れた。なんか映画が関係してたことだけ覚えてる。なんか自分でツイッターで紹介したんやけどな、ゴールデンウィークの名前の由来が映画っていうのだけあったかな。もう忘れたわ。映画なことだけは覚えてる。詳細は忘れましたので皆さん調べてください。そういうやっぱ行き来したことって忘れますね。紹介したりしても、あの公園久しぶりに入ったけどめっちゃ楽しかった。あ、よかったです。口内炎が痛い。口内炎を見せるな。口内炎ってなんかめっちゃ舌で触っちゃうし、なんか鏡の前通るたびに口内炎チェックしちゃう。なんやろな、あれ。あとなんか人にやたら見せちゃうね。見てちょっとめっちゃ痛いところに口内炎できてんけどって人に見せちゃいません？めっちゃでかいんよ。今日メイクさんに見せました。痛すぎる。もう喋るのがもうどうしてたらいいんやろ。ここや。あれ不思議よね。あとなんか口内炎となんか怪我したとことか見せがちよね、人に。栄養とってビタミンとって寝ようと思います。たくさん寝ます。なんかって言おうと思った気がするんですけど忘れましたね。まあとにかく明日明後日は握手会や写メ会、そして2日3日は NMB48 のライブ、そして5月5日から5月7日はインテックス大阪で大阪コミコン2023が開催されます。まあ、イベントだらけのゴールデンウィークに突入しますので、来れる人はぜひ来てください。そして愛される予感のサイン本も明日から発売されますので、ぜひぜひゲットしていただければなと思います。それではランキング読みます。13位イッシーさん、12位久尾さん、11位ともくん、10位岐阜の神風さん、奈良のあさぽんさん、スイケペルトさん、ラグーンさん、ニッカさん、ヨモさん、ユージロウさん、タカさん、ノブタロウさん、マコさん、皆様ありがとうございました。今日はゆっくり寝てください。これからお仕事の方もいらっしゃるかと思いますが頑張ってください。私もお風呂に入って寝ようと思います。それではさようなら。